な男性に耐える。愛子さんって女性としてすごく素敵ですよね。いやいや、そんなことないですよ。好きな男性のタイプとかあるんですか？そうですね、まず髪型がショートカットで。なるほど。え、なんで？いや、いいからいいから。それで？それで？躊躇なく寄せてくる。なんでそんなことを？僕がそれぐらい本気で妙子さんのことを思っているからです。一度だけでいいので僕とデートしていただけませんか？お願いします。そこまで私のことを思ってくれてるなんて。わかりました、行きましょう。ウィス、じゃあまた連絡します。返事めちゃ軽い。今日は夜景の見えるテーブルを予約しておきました。綺麗です。一流のシェフのコース料理を準備しておきました。素敵です。あと高級ワインも注文しましょう。いいんですか？ではウェイターを呼びますね。はい。おい、早く来いや。おい、店の人には態度悪い。妙子さんの誕生日はいつなんですか？実は私、明日が誕生日なんです。へえ、そうなんですね。ちょっと君。はい。こしょこしょこしょ。もしかして私のために何か用意を？よかったら今度デート行きませんか？ナンパしてただけ。上田さんってエスカルゴはお好きですか？僕のエスカルゴに対する気持ち見てください。ロマンチック演出無駄遣いしてくる。でもこんな高級そうなお店でデートしてもらって大丈夫なんですか？お金のことは気にしないでください。妙子さんのためですから。上田さん、そのために髪の毛も切ったんです。え？おい、髪の毛入ってんじゃねえか。クレーム入れて踏み倒そうとしてくる。じゃあ最後に僕の思い伝えさせてください。あなたのことが好きです。付き合ってください。はい、喜んで。おめでとう。